はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学角度チャレンジレベル1をお送りします。で、前回とね、前々回は内角とか外角についてねやってきましたけど、こっから角度のね問題ばっかりを3つ連続でお送りします。まずはレベル1からです。で、ポイントはなしで問題が4問だけなので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、まあ後ろになればなるほど難しくなるので、やり方が思いつかない子は全部今からね説明するんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、まあ倒していきましょう、1番からね。で、先に言っておくと、角度の問題ってね、ほとんどの場合がやり方1個じゃありません。何個もあります。なので、みんながね思いついたやり方だったり、まあ、他の先生が教えてくれたやり方の方が分かりやすければそっちでいいからね。まあ俺が今から説明するのはそういうやり方もあるんだなと思ってやってみてください。いいかな。ではまずこの四角形からいきます。で、この四角形は簡単で、ここ X でしょ、で、ここ105、ここ40で、これね直角マークあるんで、ここ90ってことが分かるよね。だからさ、3つ分かってるんで、四角形って内角全部で360度だよね、全部中足すと。だから360からこの3つを足したものを引けばこの X 出てくるからね。なので、この3つはちょっと暗算で足しちゃうね。130だから235ってなって、答え先に X はって書けばよかったんだけど、ごめん、ここで中途半端で、X は125度か。いいかな。まあこんな感じでシンプルに出してみてください。で、次は五角形だね。まあちょっと外角のために伸ばしてるのもありますけど、五角形だよね。で、さっきと同じでね、ここ、まあ、外の外角 X なんで、内角、例えばここで、お隣さんが68だから180から68を引けば112みたいな。ここもそうだね、180から63引いて117みたいな感じで内角こうやって出せるんだよ。そうするとここの角度が出せます。五角形って全部で中足すと540度だからね。それからこの4つを全部引き算すれば出せる。で、ここが出るからお隣さんっていう出し方でもいいんだけど、ここはあえて外角で攻めていきます。いいかな。今言ったこの内角のやり方でも OK だけどね。で、どう攻めるかっていうと、ここ X 外角でしょ。だから、しかもここ68 1個出てて、ここの63も出てる。でね、こうやって伸ばします。まあ、伸ばし方どっちでもいいんだけど、ここもちろん外角90度でしょ。で、ここの外角ってやっぱりお隣さんだから180から115引きます。そうするとよいしょ、65度になる。で、大事なのは外角2345個となるんだけど、外角は全部足したら絶対360度だよね。なので360からこれとこれとこれとこれを足したものを引き算すればいいんです。で、全部足したのがあった、286になるはず。ちょっとやってみようかな、暗算でね。ちょっと待ってね。180で200で、待って、あってね、286になる。で、引き算すると X は74かな。で、いいよね、合ってるね。っていう感じで、外角で攻めても解くことができます。まあ、ここはね、出すのが外角だから、外角で攻めた方が簡単だと思う。でも、さっきも言ったように、内角で攻めていってももちろん OK です。いいね。で、ちょっとごめんね、椅子どけるね。で、3番。ちょっと見慣れた形があります。ブーメラン型、ひじり型、まあ、いろいろありますけどね。で、この形が出てきた時はもちろんちゃんとした解き方があるんだけど、ズルをしましょう。この尖った3箇所を足すとここになりますね。もうこのルールがあるのでね、
だからこの3箇所足したらここになるんだよ。つまり逆にね、今回 x 出したかったら、この140からこことここを足したものを引き算してあげれば x 出るよね。だってこの3つ足したら140なんだからさ。だから140から105を引いて35度とね、しまったね。こう赤青で青赤にしたかったんだけど色間違えましたけど、まあいっか。いいね、こういう風に出します。で、前回ちゃんとした解き方教えなかったので今回はいきます。本当はね、今ズルで解きましたけど、ちゃんと解くんだったらここに補助線を引きます。まっすぐピーってね。で、まずここです。ここね、この三角形見てください。一箇所の外角になってます。つまりこことここの内角を足したのがここになるっていうのを教えたね、技。だからここ105度になります。で、もう一回、次に今度青にしようかな。ここの三角形見てください。ここ外角になってます。つまり105と x を足すと140になるんです。もう一回言うよ。105と x を足すと140になる。外角の定理でね。なので140から105を引いたのが x になる。つまり同じ式になるからね、結局。まあ、ちゃんと解くなら補助線使います。でもこの肘型ねになってる時はこの3箇所足したらここになるでいいと思うよ。いいかな。で、肘型に似てるんだけどちょっと違うのがこれ。さっきはもともとこう三角形になってるのがちょっとへこんだバージョンなんだよ。でも今回はもともと四角形だったのがちょっとへこんでおります。で、よくですね、これをさ、俺ね、三箇所足すとこれになるって教えちゃうんで、ここ四箇所足したのがここになるってやっちゃう子がいるんだけど、それ使えないです。いい？なので、これは三角形、ブーメランみたいになってる時しか投げれそうでしょ。その時しか使えないんでね。で、ここに関しても実はズルな技があります。あるんだけど、ここはちょっとね、ある解き方をちゃんとやっていくからね、よく見ててください。で、これも解き方何パターンかあるんだけど、このやり方は次の動画のね、問題にちょっと通じるところがあるんで覚えましょう。で、これはここに補助線を引きます。ここです。つまり四角形作っちゃうの、こういう大きい四角形をね。で、今からちょっと難しいことを言うのでよく見ててください。いくよ。ここの細い角度を丸にします。で、ここを×にします。まあこれちょっと説明上の問題でね、丸と×です。で、よく見ててね。ここ90度でしょ。90 45 135 30。これちょっとまず先に足しちゃいます。全部待って、暗算いくからね。ちょっと待って、100 180で300か。これ全部足すと300なんだよ。で、よく見ててね。300足す丸と×、ここのやつね、セットのものを足すと360になります。サイじゃない、はい。ここがポイントです。で、これどういうことかっていうと、もともと外見てね、四角形じゃん、ここ外って。四角形って全部で360度だよね。で、よく図を見ると90 135、で、ここ30と×を足せば全部なるでしょ、角度。で、ここも45と丸を足せば全部でちゃんと四角形の角満たせるんだよね。なので、もともと書いてある4箇所足して、そこにここの丸と×を足すと絶対360になります。四角形が完成するからね、ちゃんとね。で、この300をあっちに持っていくとね、丸足す×は60度ということがわかります。ここまで OK。 で、この細い丸が何度か、この×が何度かはわからない。これはわからないんだよ。でも丸と×をセットにしたものが60度ってことはわかる。で、これさえわかれば問題解けるんだ。なぜかっていうと、ここ三角形あるでしょ。三角形の中って180度じゃん、全部で。で、こことここを足したのが60なんだから、x って
これね、多分下書けないんだよね、もうね。180-60。入ってるね。180からこの2つ、セットの60を引き算すれば、120度。これが X になります。これがちゃんとした解き方です。いいね、大丈夫？で、これも絶対に覚える。今からズルのやつも教えるんだけど、絶対これは覚えてください。このやり方。いい？で、ズルのやり方いきます。このブーメランみたいにへこんでる問題。三角形が元になっててへこんでるときは、3つ足せばここになります。で、今回もともと四角形だよね。がへこんだバージョンは、4箇所足します、ここ。まあ、もともと書いてあるやつね。足すと300だったでしょ。4箇所足したものから180を引いたものがここになります。つまり120になるでしょ、ちゃんとね。恐ろしく簡単です、こっちの方が。で、簡単なんですけど、しつこいんですけど、このやり方は絶対に覚えてください。で、なんでかっていうとね、今回このまあ三角形がへこんだバージョン、四角形がへこんだバージョンをお送りしたんですけど、これ五角形がへこんだバージョンとか六角形がへこんだバージョンもあるんだよ、本当は。動画今回撮んないけどね。で、その時にはこういうズルは使えなくなってこれになります、全部。で、これができれば全部解けるからね。いいかな。なのでこっちもお願いします。で、まあ、さっきもう一回ね、復習でズルを言うと、四角形がへこんだ問題は4箇所足して180を引くとここになります。いいかな、よろしくお願いします。では、今回は今回は中学校2年生の数学角度チャレンジレベル1をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にもお送りじゃない言ったように3本取りますので、次はレベル2です。やや問題が難しくなりますが、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。